はい、皆さんおはようございます。 SJR ギターウクレレスクール講師の、サンモギです。本日こちらの動画はですね、何かというと、ウクレレとギター何が違うということで、ちょっとお話ししていこうかなと思っております。なんでこんなお話をしようかなと思ったきっかけはですね、最近レッスンやってるんですけれども、ウクレレの生徒さんで、ギターを始めてみたい、ギターってどうなのっていう方がいらっしゃったり、その逆でギターの方が、ウクレレをやってみたいんだよねっていう、方がですね、何人かですね、いらっしゃいます。で、前からもいたんですけれども、やっぱりウクレレやってる方にはギターの方が興味あると、でギターの人には、ウクレレが興味があるということなんですね。で、僕自身はですね、ウクレレももちろん弾きますし、ギターももちろん弾きます。両方弾きます。なので、このチャンネルはですね、ウクレレをやられている方が見ているのが、圧倒的なので、ウクレレの演奏する方に向けた、ギターって何ぞやと、そういった内容のことをしようと思っております。なので早速、ちょっとやってみたいと思います。ウクレレとギター何が違うのということです。はい、まずですね、ウクレレとギターの違い、ウクレレの演奏家の方に向けたギターとは何ぞやということなんですけれども、ギターはですね、大きいわけですね、3タイプあります。まず一つはですね、エレキギターですね。こういうタイプのエレキギターですね。見たことある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、このエレキギターはですね、何が違うかというと、ここの穴からですね、アンプという、要はスピーカーにつなげて音を鳴らします。なのでこの単体ではこんな感じの音ですね。エレキギターって本当知らない方がからするともっとギュワーンってしてなんかうるさいんでしょっていうイメージがあるんですけども、エレキギター単体の音っていうと、こんなシャリーンとしたこんな音ですね。これがですね、アンプにつながることによってギュワーンっていう音量になったりするんですね。これがまずエレキギターですね。なのでこのエレキギター単体だと、こんな感じの音になるし、なのでエレキギターを始めようっていう方はですね、エレキギタープラスギターアンプっていうのが必要になってきます。あとコードですね、それにつなぐコード、これがエレキギターになります。で、もう一つはですね、アコースティックギターになります。アコースティックギター、これですね、よく言うアコーギとか呼ばれたりしますね。これはですね、こんなような音なんですけども、ウクレレと違うところはですね、鉄の弦が張ってあります。エレキギターもそうなんですけど、鉄の弦が張ってあるっていうところが違いますね。で、エレキギターはアンプにつなぐ、これはアンプにつなぎたりする場合もあったりするんですけども、基本はアコースティックギターは、生音になります。そうですね、なのでウクレレと、同じですね。この木箱の、こう木箱があるんですけども、箱ですね、ボディ、中で空洞でですね、この中で音を共鳴させて音を出すっていう、仕組みですね。ウクレレとほぼ一緒です。大きさが違います。長さももちろん違います。これがアコースティックギターってやつですね。よく弾き語りとか、やる方も多いかったりしますね。あとフィンガーピッキングですね。ソロ弾き弾く人もいます。ですね。これはアコースティックギターですね。あともう一個タイプで、クラシックギターってやつがあります。よくクラギとかも言ったりしますね、略してですね。クラギってだけどあれなんですよね、僕の子供の頃あんまりクラギってこう略して呼ぶ人は少なかったりしました。いなかった。最近なんかクラギっていう人多いですよね。
まあ、これクラシックギターですね。これはですね、まあ、アコースティックギター、エレキギターとは違って、特徴はですね、ナイロン弦が入っております。ナイロン弦ですね。なので、ウクレレの弦とほぼほぼ同じ弦が張ってあったりします。ウクレレの弦もナイロン張っている人もいたりすると思うので、なので音色がですね、ウクレレの音色に近いですね。ただ、弦が6本、まあギターは張ってあるので、ちょっと低い方がですね、音が出ます。なので、ブーンという。低音がこう鳴る音ですね。っていうのが、クラシックギターですね。で、演奏方法はですね、まあ、基本的に、クラシックギターは指で弾く場合が多いです。まあ、本当のクラシックギターはですね、まあ、演奏しますっていう人は指で演奏します。指とか爪とかですね。で、まあ、エレキ、アコースティギターも指でやる人もいたりするんですけども、まあ、ピックを使う場合もあったりしますね。うん、で、クラシックギターもピック使う人も、ポピュラー、音楽で使う人なんかはピック使ったりする人も多いんですけども、まあ基本は指で弾くギターっていうところですかね。なのでこの3タイプが、ギターにはあります。エレキギター、アコースティックギター、そしてこのクラシックギター、3タイプです。はい、ではギターとウクレレ何が違うかというと、今3タイプギターがあるって言ったんですけども、まあどれもですね、基本的には仕組みは同じになっております。ギターは弦が6本張ってあります。で、ウクレレの場合は弦が4本、ギターは弦が6本。で、エレキ、アコギ、クラッシュギター、基本的にチューニングは全部一緒です。同じチューニングになります。で、まあ何がエレキと、何がですね、ギターとウクレレ違うのかというと、まずですね、弦の数が違うということで、音域が違います。ウクレレは基本的に2オクターブの、音域ですね。まあ、ドがあって、まあ、ハイ G の場合、ドからあって、ドレミファソラシドで、これ1オクターブ。で、ここから、これ2オクターブ。まあ、このウクレレだと、ドレミファーまであるんですけれども、基本的にまあ2オクターブとか2オクターブ半ぐらいが、一般的なハイ G のウクレレの音域になりますね。で、ギターは、何かというと、一番低い音が、これですね、ミの音になります。E、ミの音。1オクターブ。で、これミーで、で、ミ。で、これ1オクターブ。2オクターブ。3オクターブ。3オクターブ半、まあ4オクターブいかないぐらいっていうのが、まあギターの音域になります。なので、ウクレレよりも、幅が広いんですね。使える幅が広いです。まあ、幅が広いからいいとか、ね、悪いとかっていうことではないんですけども、それだけ、幅広く、音程の幅が、を使って演奏することができますよっていうことです。で、ギターの場合で弦が6本あるので、6音同時に音が鳴らすことができます。で、ウクレレの場合は4本なので4つの音が鳴らすことができます。なので、そのプラス2音の音を出すことができるので、それもまたですね、幅広き音程が鳴らすことができると。まあそういうわけですね。まあそれが一番違うところですね、ギターとウクレレ違うところになります。で、あとはギターの場合だとピックを使ったりする場合があります。ピック何かというと、こいつです。こういう、見えますかね。いろんなタイプがあるんですけども、こういうものを使ってですね、こう弾いたりする。ですね。こうやって弾いたりする、ますね。なので、親指とか、ウクレレだと、指のを使ったりするんですけれども、こういうピックを使って、ちょっと硬い感じの音を出すっていうのが、ギターの特徴です。まあ、ただ、指もね、もちろん使ったりしますけども、まあ、ピックを使うっていうのが、一番の特徴ですかね。うん、で、あとはですね、まあ、構造とかっていう話ではないんですけども、ギターとウクレレ、違うのが、弾いてる、多分、分母の人数が違いますね。ギターの、ギター人口の方が、圧倒的に多いと思います。ウクレレ人口に比べて。僕も正確な数字は分からないんですけども、僕は体感での話でしかないんですが、ギターやってる人の方が多いと思います。
ですね。まあテレビとかね見て、音楽番組とか見てもらっても分かると思うんですけれども、あのそこでね、ウクレレ持ってる人よりギター持ってる人の方がはるかに多いですよね。なのでまあギターやってる人の方がたくさんよりも多いです。ということはですね、あのまあいろんな情報がたくさんあるっていうのが、あのいろんな情報とかいろんな弾き方がたくさんあるっていうのがギターの特徴だったりしますね。なので、ギターを始めてみようっていう方は、割といろんな人の動画をとか、YouTube とか動画とか見ることができるので、いろんな弾き方を参考にすることもできるんじゃないでしょうか。で、あとはですね、ギター、エレキギター、アコースティックギター、クラシックギターあるんですけれども、一つギターが弾ければですね、例えばアコースティックギターが、弾ければ、エレキギター、クラシックギター、基本的なところは弾けます。まあ深いね、特殊な奏法とかになってしまうとまた別だったり、エレキギターの音色の部分とかになってくると音作り、まあアンプとかスピーカーを使うので音作りの部分に、音色作りですねになるとまたちょっと話は違ってくるんですけども、弾き方自体はどれも弾けます。クラシックギター、ね、指でこう本格でガチなクラシックギターはまた別かもしれないですが、基本的には弾けます。で、あとはですね、ウクレレとギター。ギターはですね、大きいです。あと、重いです。ウクレレに比べればですね。なので、持ち運びが大変だっていう感じられる方も、中にはいらっしゃいます。で、逆にギターはもう普段から持ってる人なんかは、全然それが普通なので、ウクレレ持ったらね、軽い。なんか持ってんのかなっていう、人もいたりしますね。で、まあだから、デメリットといったらあれですけれども、ちょっと大変なところがですね、重い、大きい、まあ、ウクレレから入る方ですね、は、そう感じるかなっていう部分がありますね。あとは、弦が2本増えるので、押さえるところも2つ多くなるわけですね。鳴らすのも2つ多くなる。なので、あれ、ウクレレに比べてはちょっと難しいって感じる方も、多いです。ただですね、ウクレレから入ってちょっと難しいなって感じられる方が多いんですが、から感じる度合いと、全くギター始めてことがないっていう方がギターを持って、あ、これちょっと難しいなって感じる度合いとでは、まあ、違ってきますね。やっぱり何もやってない状態からギターをやろうとすると結構難しいなって感じる部分の方が大きいと思います。で、ウクレレから始める方だからは、ちょっと難しいなと思うんですが、割と僕見てる限りではですね、すんなりこう引きこなしていく人が多いですね。ウクレレをある程度やってる方でしたらですね、弦の押さえて鳴らすっていう行為は同じなので、弦の押さえ方も多少なり慣れているので、割と全くやったことがないっていう方に比べればスッと入っていける方が多かったりします。なのでですね、ウクレレをやってる方でギターに興味があるっていう方はですね、ぜひぜひチャレンジしてみてはいいかなと思います。で、逆のギターをやられてる方であればウクレレチャレンジしてもらってもいいと思います。で、ギターから入ってウクレレをやられる方で、はですね、結構ピックを使って弾いている人からいきなりピックをなしで弾くっていう弾き方に変わるので、そこで戸惑うって方はですね、何人か僕は見たことがあります。ただすぐウクレレには馴染んでいけるし、で、ウクレレを始めた人っていうのはやっぱり指の押さえ方が分かっているので、ギターも割とスッと入っていく方が多いですね、はい、というわけでですね、今日はですね、ウクレレの演奏家に向けた、ギターはどういうものかっていうのを、ちょっとご紹介いたしました、なのでこれからちょっとギターやってみようかなという方いらっしゃいましたらですね、ぜひぜひ、ギターも面白い楽器です。なので、楽しんでもらえればと思います。両方弾けたりすると楽しいですしね。はい、今回こちらの動画が良かったらですね、いいねボタンと、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録いただければと思います。で、こんな動画作ってほしいなとか、こういうことを、教えてほしいということがあれば概要欄にですね、コメント残していただければ参考にさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日はギター、ウクレレでした。